ポプちゃんおいで。こんにちは。あ、見えるね。こんにちは、皆さん来ていただきありがとうございます。今日はレジを回りまして、おめでたいことに誕生日を迎えまして21歳になりました。ありがとうございます。21歳になりまして、まあご報告発表が一つあったのと、まあせっかく誕生日になるってことで、何もね今このご時世何もできないので、やろうかなっていうことで、はい、今日はインスタライブをさせていただいてます。あ、ジンジン、今日ねジンクル着てます。あ、最初と最後にちゃんやります。今日はジンクル着てます。で、下がガガちゃんのガブガブです。可愛いです。見えるかな。ワンコが、今日のスペシャルゲストもおります。そうです、うちのポプスケです。見えるかな。うちのポプスケが今日のスペシャルゲストです。今日はこのポプスケと一緒に趣旨をお送りしたいと思っております。ポプスケの名前の由来は、ポプちゃんおいで、ポプちゃん、あ、悪いことしてた。おいでおいで、こっちおいで、おいで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 、ポプちゃん、ポプちゃんおいで、おいで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 。ポプスケはね、ポプスケはポメラニアンなんですよ、ポップは。で、まあ、ポメラニアンのポが可愛いなと思って、本当はもともとポメキチにしようと思ったんですけど、ポップがこの子女の子なんですよ。でちょっとポメキチはちょっと可哀想かなと思って、ポップに、音が可愛いからポップになりました。ポップ、あ、かんちゃんもポップっておっしゃって、なあ、可愛いね。最近なんか人間みたいにこう抱っこされるのが好きみたいで、なんか犬抱っこみたいな感じじゃなくて人間みたいな抱っこをよくしてます。ポプちゃんまだ1歳になってないですよね。はい、ほら見て、みんな見える？ポプちゃんがね、ペットベッド、この友達が送ってくれたやつめちゃめちゃ使ってるの見えるかな。いや嬉しい、こんな使ってくれるとは。ありがとう、ありがとう。ポップちゃん、スクショタイムするってやろう。ポップ、なんかすっごい、ポプちゃん一回さ、骨や、一回やめよう、一回骨やめよう。まあいいや、おいで、こんなところで隣で、よいしょ。骨噛んでる、骨噛んでる。可愛いポプちゃんがいいのに骨噛んでるよ。じゃあ、あ、これできた。ん？ポプちゃん、いくよ。せーの。ほいや。ぜひ、撮ってください。私に送ってください。ポプちゃんとのツーショット。あっち向いて、ポプちゃん。骨ずっと噛んでる。ありがとうございました。ポプちゃんとの可愛いやつもらえくれ取れたかな。じゃあ私からも、21歳、はい、ありがとうございました。ペロペロ。